安藤信明3月2日から1976年12月16日は、日本の家族、貴族院議員。旧岩木平藩主安藤家15代当主。有馬より安は実刑。伯爵有馬来満の次男として、東京に生まれる。署名は、有馬来厚氏。死尺、安藤信明の養子となり、1915年7月、信明から家督を譲られて、 家徳を継承した。同年、皇族、官員の都と日と新皇の第一王女である京子女王と結婚した。1915年、東京府立園芸学校を卒業。1921年に、自重補となり、以後、自重や式武部官を歴任。昭和天皇の即位の礼に際して、大礼主典議会も務めた。1932年に、貴族院議員となり、 研究会に所属1947年5月2日の貴族院廃止まで議員を務めた。また、横浜生命保険会社の取締役も務めている。実刑の有馬より安と共に早々期の日本プロ野球に深く関わった。1936年1月17日、有馬より安と協力し、旧西武鉄道を運営母体として、 プロ野球チームの東京セネタースを結成。より安が、オーナー、信明が理事長となる。同年2月5日結成された、社団法人日本職業野球連盟では、初代副総裁の一人に就任している。平成新州旧家族家系体制は、実施三男四条を乗せる。長男、信行は創生しており、次男、信和が、霞会館の会員となっている。ありがとうございます。